はい、欧州館受験生の皆さん、こんにちは。今回ね、欧州館ドアの作文の授業ではどんなことしてるのかなっていうことで、作文ブリッジで学ぶこと、このブリッジというのは、欧州館ドアではブリッジ講座というのをやっています。集団授業でやってます。これは、はじめは皆さんね、5年生の時、そして6年生で入ったばっかりの生徒というのは、個別少人数という形で、先生がね、どんどん添削を入れながら、授業をやっていく。そこで、基礎を学んでいきます。作文の基礎。原稿用紙の使い方。正しい日本語の書き方。そういったものをしっかりとね、学んでいきます。そして、いろんな文章に触れながら、基礎的な知識を学んでいきます。で、それで、ある程度書けるようになった生徒は、このブリッジ講座っていうものに出て、集団授業でみんな頑張ってます。で、このブリッジ講座ってどういうものなのかっていうと、まず一番初めに分かりやすく言っちゃうと、欧州館の作文というのは200点満点。この200点満点のうちの、大体そうだな、合格者というのが100点、適性が結構しっかりできると、100点ぐらいで受かってる生徒もいる。だけど140点。このぐらいのレベルの内容を書けるようになるというのがブリッジ講座です。そしてこの140点の内容を書くにはどんなことを気をつけなくてはいけないのか、どんな考え方で臨まなくてはいけないのか、そういうことを毎回の授業でしっかり叩き込んで、それについて課題を出してもらうっていうのがブリッジ講座。そうするとこの140点に到達するためには、まずどんなことをしっかりしなくてはいけないのか、かなり学校の作文とは違ったレベルの高いものになります。まずは文章の型というのをしっかりしなくてはいけない。文章の型というのは、欧州館というのは説明文です。説明文の型をしっかりと学ぶ。序論、本論、結論、はじめ、中、終わりっていう形のね、作文の型をしっかりと学ぶ。文章の型をしっかり学ぶ。そしてもう一つ大事なのが、思考の型。欧州館でやっぱりね、作文ってやっぱり自由なものだと考えがちなんですけれども、欧州館の採点基準を満たす思考というのもあるわけなんだよね。この考え方というのはやっぱり6年生以上のものが求められている。ちょっと背伸びしなくちゃいけない。じゃあどんな風な思考をしなくてはいけないのかなっていうことで、しっかりと毎回授業やっています。そうするとこの欧州館の作文の思考っていうのは、物事を深く考えなくてはいけない。まず考察力、これを養う。観察ではなくて考えて観察するっていうことだよね。そうすると一つの資料を見ながら、ここからどんな主張が思い浮かぶのかなっていうところを深く考える力っていうのが大切になってきます。例えば欧州館のご飯のみんな過去問知ってるかな。ご飯、炊きたてのご飯を見て、そこからあなたが考えたことを分かりやすく書きましょう。なんて問題でも、ここでどういうことが考えられるか。例えばご飯を見て美味しそうだなというのではなくて、そこから食料自給率だったり、農家の人の苦労であったり、流通に至るまでどのような流れで来ているか、そして家族の思いやり、そういったいろんな見方ができるわけです。そのいろんな見方の中から自分の主張を導くというのがこの考察力。で、大前提は、一つのものが複数に見える。これを教えてるんだよね。一つのもの。例えばご飯の写真を見ても、さっき言ったようにいろんな見方ができるわけです。でもそこでも欧州館にふさわしい見方っていうのがあるわけです。一つのものの中からどんな見方ができるんだろう。ものの見えるものっていうのは一つじゃないんだよっていうことがしっかりと考えてほしい。でこういうテキストを使っているわけです。ブリッジ。でここで出てるのがこうやって。1枚の写真からあなたの考えたこと、
もしくは短い文章からあなたが考えたことを分かりやすく書きなさいっていうことで演習をするんだよね。その際にまず自分で考えてもなかなか浮かんでこない。じゃあどういう考え方をすればいいのかなっていうところですね。そうするとこの一つのものが複数に見える、いろんな見方があります。例えばこの白クマ、白いクマだよね。ここからどんなことを考えられるのかっていう時になかなか出てこないと思うんだよね。そうするとここでどんなそして思考が欧習慣的なのかっていうことを考えると、どうだろう、このぬいぐるみ、クマのぬいぐるみからどんなことを考えられるのかな。例えば白いクマのぬいぐるみから、あの白クマから、あの北極の白クマっていうことは、そこから今北極の氷が溶けてるんだよっていう地球温暖化の問題に結びつける、このような関連性が大事だったりするわけです。一つの物事からいろんな考え方ができる。例えば今の地球温暖化っていう問題がね、このぬいぐるみから結びついたってお話しましたが、その他にもこのぬいぐるみというのは白いというところがヒントなんだよ。白いぬいぐるみというのは子供が遊ぶと汚れるよね。汚れていって時には破れるかもしれない、そしていつかは手放す、そういうところまでしっかりと考えられるかなっていうことを伝えていきます。でこのぬいぐるみを見て、汚れていくということは、白いぬいぐるみが汚れるってどういうことなんだろう、手放すってどういうことなんだろう。そうするとそこには成長、子供、それって子供の成長じゃないですかっていうキーワードが出てきたりするわけだよね。こういう考え方が欧習慣の作文なんです。白いぬいぐるみが汚れたり破れ、いつかは汚れたり破れたりすることによって子供は成長していくんだよ。そして子供というのは成長してぬいぐるみを手放す頃ってどうなるんですか、きっと友達ができるから手放すんだよ。そうするとぬいぐるみというのは子どもの分身だったんじゃないかな、自分のように肌身離す、自分の常に一緒にいる分身のようなものだったんじゃないのかなっていう、こういうねキーワードを抜き出すことがものすごく大事になります。去年の欧習慣の作文、去年で今年だよね、平成28年の皆さん覚えていますか。ヤジロベイの問題だった、確かこんな人形ありましたよね、こんなになってる。じゃあこの人形から考えたことを分かりやすく書きましょうって言った場合に、ヤジロベイっていう言葉が出てこなくても欧習慣はいいんです。なぜかというと資料にはヤジロベイと書かれてないから、このイラストしかないわけ。そうするとここをどうやって説明するのかなって考えると、この部分が大事、この部分が大事、つまり両手の重りでバランスを保っているっていうことだよね。そうするとあなたの考えるバランスってどういうものなのっていうふうに、どん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 論を深めていくことができる。こうやって気づきをね、どんどん深くするっていうのが作文なんです。その部分をしっかりと対応しながら教えていくというのがブリッジ講座になります。そして例えば欧習慣っていうのはね、このバランス、人間関係のバランスってどういうことなのなんて主張になります。そういったように毎回必ず書くべきテーマというのが決まっています。それは育てたい生徒像に載っています。そうすると欧習慣では思いやりだったり協調性、このようなものがね、結構テーマになっていくんだよね。こういう主張を導き出す。ただでも何でもいいから思いやりについて考えましたっていうわけにはいかない。
じゃあ、あの主張をどうやって導くかっていう思考の幅を深めていく、これが思考の型というものなんで、こういう部分をあの受験生は見られています。そういうところを常に生徒にも意識させるっていうところが大事なんだよね。そして欧州館に入ってほしい生徒になってもらいくださいというのがあのブリッジ講座の狙いでもあるわけです。この部分で確かにあの結びつくことが全てできる。さっきのご飯の話でも農家の人の苦労、これは思いやりになります。家族のことでも思いやりだよね、うん、食料自給率っていう話が出たら文系のあの勉強でもしっかりみんなやってきたと思いますけれども、これで食料自給率を上げるためにはどうするべきなのかと、これはリーダー性です。自分がこういう展望を持ってるんだよ、こういう解決策を持ってるんだよっていうところをアピールする、こういうものを養うのもあのブリッジ講座の一つの狙いではあります、うん、そしてあとは大事なところは関連性を持って文章が書けるかどうか、こういう練習もしていきます。例えば欧州館の作文というのは主張がなくちゃダメなんです。自分の考え、私はこう考えたというものをあの文章としてつなげていかなくてはならない。じゃあその考えっていうのが短絡的だったら文章もつまらないものになってしまう、評価されるべきものではなくなってしまいます。そうすると例えば思いやりについて考えたっていうふうに結構みんな書く人多いんだよね。で、思いやりについて、じゃああなたの考える思いやりって何ですかっていうことをすると、やっぱり6年生ぐらいだとやっぱりすごく難しい問題だと思います。思いやりっていうのは人に優しくすることだよ、それで終わっちゃうかもしれない。だけど思いやりってどうなの、思いやりというのはどうだろう、何が思いやり、まず他者を優先する予定、自分よりも時には他者を優先する。でも優先するだけでは、他者を優先し行動に移す。時には自分の考えでなくだけでなく、私の考えのやりとは他者を優先し行動に移す。行動に移すことによって相手に感謝される。感謝されます。感謝されることによって信頼関係が生まれる。信頼関係が生まれることによって自分ではできなかったことが協力してできるんだよ。さっきの協調性だよね。信頼関係によって今までできなかったことが実現できる。実現できることによって自分が成長する。こうやって考えを深めていくっていうのはものすごく大事なんだよね。そうすると思いやりを持つことによって自分自身も成長するんだよって、こういう文章をしっかりと書けるようになる。一つの自分の考えたことを詳しく関連性を持って説明する。こういった流れを、ね、しっかり体得していけば高い点数が伸びます。ここでは関連性という言葉が出てきます。これは文章、先ほど話した文章の型でもあるし思考の型でもある。自分が考えたことを深く、より深く考え、言葉としてうまくつないでいく。そうすると自分がどうあるべきかっていう作文が書けるんだよね。そういうところを欧州館は見ています。欧州館は説明文であって、また一つの裏側の見方と側面として、裏側の見方とすれば説明文であるんだけど自分を説明するんだよね。自分がどのようなことを考えているか、私はここまでいろんなことを考えてるんですよっていうことをアピールする場でもあるんです。欧州館の作文というのはそういう部分の思考ってものすごく大事です。そこをしっかりと練習を重ねてやっていかなくてはならない、うん、これが欧州館のブリッジ講座です。
そしてもちろん過去問の演習なんかもやりますよね。過去問一つ一つもどんなテーマがで導き出せるのか、そのテーマについてどのような解決策があるのか、どういうふうに考えているのか、関連性を持たせてしっかり文章を書いていく、こういうものをね、私の方から伝えています。そして授業で伝えたものを生かして、その毎回の課題の作文を書いてもらう。こうやってみんなどん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 レベルアップしていく。作文に関しても添削を厳しめにやって、合格点には何が足りないのかっていうことを各生徒一人一人が分かるように、集団授業でありながらも添削は個別でやってますので、人それぞれやっぱりいい点悪い点があるし、やっぱりいいとこはどんどん伸ばすし、悪いところはなくしていくと、そういうことが大事になります。これが応習慣作文で大事なことで、さっきも言ったように140点を取ってくださいっていうのが応習慣ドアの基準であります。そして去年もね、みんな作文 の, せいあの点数は非常に良かった。中には得点開示してくれた子で170何点取れたなんていう子もいました。これも全部この教え方でね、思考の方、文章の方ということで確実に点数は取れるようになります。このやり方をやっておりますので、ぜひ皆さんも受講してください。初めは基礎を学ぶ、そしてブリッジ入っていく、このスタイルでやっていますので、皆さんも一緒に頑張っていきましょう。それでは皆さん頑張っていきましょう。